最近のマイブームありますかあるのよ。カルビーから出てるミーノっていう豆の素揚げがですね、めちゃめちゃハマってますね。コンビニに売ってるようなお菓子ってもう食べないんだろうなと思ってたんです。できるだけ高くて体にいいお菓子を食べようと思ってたんですけど、ミーノに出会って、罪悪感の薄さとか、あと味、美味しさ。 ミーノはちょっと止められないんですよねでも夜食べるっていうのをやめたいんですけどこのあとも芋焼酎のソーダ割りとミーノで一杯やりながらネットフリックスを見るっていうのが僕の,あの寝る前の楽しみなのでそれが私の今のマイブームですねそこに新たに強敵が現れたんですよ豆の最近豆にはまってて全部っていう豆だけでできたパスタもうこれもはまってます チーズをまとった大人の種菓子これめちゃめちゃうまいよ。ミーのを超えたのよ。トうノっていう会社なんですけど経験してほしいわこ。俺よくこんなマニアックな豆のお菓子にたどり着いたなと思ったんですけどアマゾンにあるからチーズをまとった大人の種菓子20個ぐらいの砂利豆が入ってるんですけど1袋だったらいいかっつって大体3袋ぐらいいっちゃう。 その口になっちゃったよ